エロ仙人の仇は俺が撃つ。じっとなんてしてらんねえんだよ。どっちにしろ今のお前では絶対にペインには勝てりゃせん。どうじゃナルトちゃん、わしのことで戦術の修行せんか。ジライアちゃんの仇を討ちたいんじゃろ。当たり前だってばよ。ならついてこい。妖木山で戦術の修行じゃ。エロ仙人にもできたことだろ。だったら俺だって負けねえ。やってやる。それはわからん。ナルトちゃん次第じゃ。ナルト、行ってこい。託された弟子、余剣の子か。じゃあ行くじゃおい、ナルトちゃんよ。お前はすでにガマとの契約済みじゃ。あ、それでは、この子は預かるけんの。でも、心配いらないって。俺がお前を口寄せしたんじゃ、ナルト。では早速修行を始める。まずわしが教えるのは忍術ではなく戦術だということを説明しておかなきゃいけん。この3つのエネルギーを塗り込んだチャクラから発動する術や技のことを戦術と呼ぶ。戦術は外のエネルギーを取り込んで利用する。己の外、大気と大地に存在するエネルギーのことじゃ。口ばかりじゃなんじゃ。そろそろやってみせようかい。どうじゃ。これが自然のエネルギーを取り込んだ戦術の力じゃ。自然エネルギーを己に取り込むというのは、それを感じ取り己に吸い寄せることができるようになるということじゃ。修行の内容を具体的に言うとじゃな。うん、動きな。でもそれで自然エネルギーってのは取り込めるんだな。いきなりは無理じゃ。妙木山秘伝のガマ油、ちょっとこっち来て片手出してみ。このガマ油は自然エネルギーを引き寄せる力がある。便利なのあんじゃん。ただしリスクもある。自然エネルギーコントロールが未熟なものに使うとカエルになっていくんじゃ。カエルやだ。何すんだ。戻った。自然エネルギーを大幅に取り込みすぎたらカエルになったまま二度と元には戻らんようになる。少しは安心せい。わしがついとるし、この畑棒は自然エネルギーを外へ叩き出すものじゃ。やる。俺の人道はエロ仙人と同じだ。やったー。あのさ、もっと要領のいい修行法があるんだってばよ。影分身を使った修行法だ。4人までじゃ。それ以上はわしの畑棒が間に合わん。よっしゃ、やったるで。あー、死ぬ気か。見えた。がらねー。はい、やめ。じゃ、戦術チャクラを練ってみ。よし、もう一度岩ガエル、やってみ。やるかな、ナルト。次は油を使わずに自然エネルギーのコントロールをする修行じゃ。油を使わねえとこうも難しいとは思わなかったってばよ。当たり前じゃ。戦うときはここの油を持っていけばいいじゃん。ここの油は妙木山の気候以外ではすぐに気化してしまうんじゃ。わしについてこい。ここが次の修行場じゃ。あのてっぺんに石板を乗せ座禅を組む。
ちょうどこのくらいじゃな。うん、うわっ、動くな。バランスの取れる一点を己で見つけ出し。ジライヤちゃんの場合、任務の間に人間界と行き来しながらの修行じゃったからの。それなりに月日がかかったが。影分身の術。俺には時間がねえ。だからペースアップしねえと。油を使わずここまでできるようになるとはの。自然と一体になるってこんな感じなのかなって。あいてててててあれ、あんまり痛くねえ。さて、仙人モードもできたことじゃし、最後のステップじゃな。仙人が戦術チャクラを使って行う組手、かわず組手の戦い方を叩き込んじゃる番じゃ。なかなかやるようになったよ。影分身の術。え、先日チャクラも練れるようになったし、川族見ても戦法もある程度マスターした。ここで最後に一言言うことがある。それはな、仙人モードのリスクについてじゃ。まずはナルトちゃんも分かってるとは思うが、仙人モードはそう長く持続せん。もって5分じゃ。それゆえ戦闘に入ってからはまず使えん。それから仙人モードになるための自然エネルギーを集めるには動くのが基本じゃ。どうしても一人の時に仙人モードにならなきゃん時は、一旦戦闘から離脱して自然エネルギーを集めるしかない。とりあえずこの修行は終わりかな。俺ちょっと用足してくるからさ。あの子はジライヤちゃん以上に強くなる子じゃ。こんなとこにおったんか。これから融合の練習をやってみるけん、下に降りてきんさい。よし、仙人モードの総決算、融合の修行行くぞ。互いの呼吸を一つにして。おう、ん、うわー、先方両性の術。融合が無理なら動きながらでも自然エネルギーを取り込むしかねえじゃねえか。じゃけんそれは無理なんじゃ。とにかく辛いじゃろうが、それは物理的に無理なんじゃ。その背中の暗号はエロ仙人から俺へのメッセージだ。最後まで諦めんじゃねえって、そう俺に託したメッセージでもあるんだ。そのメッセージが師匠の忍道なら、俺が弱音吐くわけにはいかねえんだよ。動くのが基本の自然エネルギーを走りながら集めるとは、これじゃ右を見とる時に左も見ろと言うとるようなもんじゃ。あー、大変でっちゅう、お家族ちゃま。この葉の里に何かあったんか。え、すぐに準備せえ。よし、世界に痛みを。口寄せの術。